鮮やかな赤が映えるのは安曇野市で育った夏秋いちご。このほど新たな品種が誕生しました。その名前は、名付け親になったのは地元の小学生。全国から寄せられた応募1255件の中から選ばれました。なんか甘いっていう特徴と、なんか地味ので生まれたっていうのを合わせたっていうか。安曇野生まれの甘安曇。お披露目会では子どもたちがその味を確かめました。その名前の通り、甘酸っぱくてジューシーで美味しいです。なんかすごく甘かった。6月から11月に収穫する夏秋いちご。安曇野市では10年前から生産が始まり、農家の数は51軒に増えています。いちご見せて。甘安曇は2年前に品種登録した新品種で、従来の夏秋いちごより甘みと香りが強いといいます。開発した生産農家は小学生が考えた名前について、食べて一言目で甘いって言ってもらって、で安曇野で育ったいちごっていうのがよく特徴を捉えているなと思ってます。安曇野に来ていただいて、実際に安曇野で食べていただきたいなと思ってますので。安曇野市の菓子店では明日から21日まで甘安曇を使ったスイーツを楽しむフェアを開催します。なお、まだ多く出回っていないため、当面は市内に2カ所ある生産農家の直営店で購入してほしいということです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。